なんやねん。ヤナナさん、中学校卒業しましたか？しとんねん。じゃあ、小学校は？しました。あ、じゃあ、高校は？しとるわ。そんなあなたに、学生の頃にやった勉強を振り返っていこうと思います。何がいい？国数 A、D、社。じゃあ、国語で。じゃあ、理科から行こうか。はい、行くぞ。はい、問題、はい、でんぷんを糖に分解するアミラーゼは何という消化液に含まれているか。消化液、うん、覚えてる。いや、もう答え見てるもん。なんだよ、セコイ。これあな自分でもやるよ。これあなたに問題を出せるんです。あ、私は問題を出題する側です。これ視聴者の皆さんもね、答え頑張ってください。受験生の方というのはやっぱこういう勉強ね、大事ですからね。覚えてないな。まずちなみに今の問題の答えは、唾液となっております。あ、そうなんだ。はい、もうこの時点で反応を間違えてますね。では柳原さんの答えどうぞ。はい。